回の行程です。 JR 中央線猿橋駅を下車し、桃倉山登山口まで徒歩で向かいます。今回は2通りのルートがあり、往路は東ルートを利用しました。桃倉山山頂に登頂した後、下山は西ルートを利用し、和田美術館を経由して猿橋駅へ戻るルートを歩きました。桃倉山は山梨県に位置する標高1003メートルの山です。標準コースタイムは約4時間半となってます。皆さんお疲れ様です。山菜チャンネルのあやです。体調はいかがでしょうか。今回は山梨県の桃倉山に登ります。富士山がねすごく大きく、街並みとマッチして見れる山としてすごくね魅力的な山なので楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。 JR 猿橋駅を下車し北口方面に出ます。まずは桃倉山方面に行きます。すごい、東京は雨でしたが山梨は晴れててよかったです。結構紅葉もすごい綺麗に染まってますね。それでは行ってきます。今回は北口の改札駅を出て桃倉山登山口にこれから向かいます。ちょっとね初めてなので確認しながら行ってきます。もうすでに綺麗ですね。あーでもすごいベストタイミングで来れてよかったです。すごいだいぶ紅葉してますね。カズノ川を抜けました。すごい綺麗ですね。街並みと紅葉がすごくマッチしてます。結構坂がきついですね。あと15分ぐらいで登山口です。すでにこの坂でエネルギー作ってますね。今日桃倉山登山口前のバス停が富士急バスから出てましたね。今回はねこちら歩いてきました。桃倉山方面歩きます。もうすでに富士山が見えてます。綺麗。やっぱ山梨は近いですね。分岐がありました。往路はこちらの右手の、道を歩きます。すでにね、登山口までの坂でだいぶ疲れております。ちょっとね、駅からハイキングと書かれてたんですが、登山口までなかなか坂が多いコースですね。ひたすら登山口を上がっていきます。桃倉山は桃太郎伝説としても有名な山と言われていて、ちょっとねそういったストーリーを知って歩くのは楽しいですね。すでに息切れ。桃倉浄水場を抜けて歩いていきます。なかなか登山口まで遠いな。すごい、富士山をこんな大きく眺めながら歩ける山はすごくありがたいですね。さすが山梨県。お、登山口が見えました。まずは桃倉山東ルートを歩きます。す
すでに麓は紅葉が綺麗ですね。登山道は左側になります。じんわり標高を上げていく感じですね。落ち葉もカラフルで綺麗です。今日はね、すごく紅葉が綺麗なんですが、足元がね、こうやって落ち葉が増えてくると登山道が分かりにくくなるのが結構ね、秋の注意点ですね。なので、スマホの地図アプリだったり地図で方角確認をして、自分のね、進んでる道が合ってるかっていうのをこまめに確認する大切な季節ですね。まあ、どの季節も大切なんですが、結構ね、秋は見落としやすいので、注意して歩きましょう。今樹林帯なんですが、ひたすらね、標高を上げていく形になってます。まあね、駅からだいぶ登ってくるんですが、さらに山道で上げていくルートになってます。地味にね、きついですね。はい、よいしょ、頑張りましょう。あー、綺麗。よいしょ。木漏れ日が綺麗ですね。ちょっとね、ぬかるんで落ち葉で見えなくなってたりするので気をつけて歩きましょう。ここら辺結構ね、ドロドロになってます。よいしょ。山梨の山を歩くのは久しぶりなのですごく新鮮ですね。エリアをね、ちょっと変えてみるとまた違った雰囲気を味わえて楽しいです。すごい落ち葉がモフモフです。なんかこんなに綺麗で天気がいいのに全然人とすれ違わないですね。麓の方で2人ぐらいハイカーさんとすれ違ったぐらいで、めっちゃ静かです。20分ぐらいで山頂です。だいぶ標高上げてきました。いや、気持ちいいですね。今日は爽やかな秋晴れです。よし、もうちょっと頑張ります。方面へ向かいます。よいしょ。よいしょ。
だいぶ急になってきましたね。よいしょ。よいしょ、だいぶモフモフ度が増してますね。結構ね、東のコース降りられる方ちらほらいらっしゃいましたね。結構ね、急斜だけど落ち葉が多くて滑りやすいので、もしこっちを袋にする方は慎重にゆっくり歩ける形で余裕を持っていけるといいですね。ここが鎖場ですかね、はい、よいしょ。結構こんな感じで奥まで登山道が埋もれてるので、足元ね、一歩一歩注意しながら歩いてます。よいしょ。なかなか激しく急度ですね。なんかね、落ち葉があるので余計滑りやすいという。結構すれ違いの方いるとね、危ないので注意しながら歩きます。よいしょ、よいしょ。今日は小太良山ではなく、こっちの桃倉山方面を歩きます。山頂の方はね、だいぶもう落ち葉が積もっていて、結構紅葉もね、終わりかけてる感じで、なんとか滑り込み、セーフなのかわかんないですが、はい、綺麗です。いやでも本当ありがとう。桃倉山登頂です。山頂から見える富士山の絶景は、秀麗富岳12景の一つに選定されています。山頂からの景色素晴らしかったです。ちょっとね、名残惜しいですが下山します。帰りはまたね、別のルートを歩きます。袋はですね、往路と比べてそんなに落ち葉が積もってないので、そこまでね、往路と比較して滑りにくいかなと思います。結構歩きやすいですね。ありがたやです。奥に見える山もだいぶ紅葉していて、ちょっと何の山かわからなくて申し訳ないんですけれども、すごい綺麗です。の方面で、こっちが猿橋駅方面になります。今日はこっちから降ります。すごい綺麗ですね。落ち葉ロードになりました。結構こっちは積もってますね。地味にやっぱり袋も滑りやすいので気をつけております。よいしょ、よいしょ。いや、滑り込みで来れて本当に良かったです。ちょっとね、今年の夏は結構体調崩しがちで
あまり山にすら行けてなかったんですが、今年はねだいぶ食事なども改善したところ、体調も戻ってきたので、またね山に復帰できるのが本当にありがたいです。健康が一番ですね。まあね、これからもちょっとね自分の暮らしと仕事と、プライベートだったりいろんなことを両立しながら山も引き続き楽しんでいきたいと思います。よいしょ、皆さんもぜひご自愛しながらお過ごしください。よいしょ、あ、気持ちいいですね。めっちゃ開けました。うわ綺麗、ここからの景色も最高ですね。ちょっと木で隠れて、あ、見えた、富士山も見えました。いやすごいな、奥に富士山が見えます。これでよかった。樹林帯に入りました。よいしょ、やっぱりね1時過ぎでも日が照らないと暗くなりやすいのでね、秋はより一層早で早着が大事ですね。だいぶ林道の終点が近づいてきました。よいしょ、結構歩き応えがありますね。分岐がありますが、猿橋駅方面ですね、引き続き歩いていきます。ここら辺結構狭いので気をつけて歩きます。分岐がありました。今回は近道を通って帰ります。すごい紅葉が綺麗。駅の方面へ下っていくとクリスマスバージョンのトトロがいました。先ほど和田美術館の前を通ったんですけれども、そこのね、館長の方が話しかけてくださって、すごくね気さくな方で、でもねとても素晴らしい方でびっくりしました。いやー来れてよかったです。もうちょっと歩いたら猿橋駅に到着できそうです。いやー素敵で穏やかな山で、富士山もバッチリ見えて、すごくいい思い出になりました。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。